はい、のっぽさんでーす。今日はね、この私、49歳九州男児の介護職の単なるのっぽさんが、この今ね、TBS のドラマにハマってるんですよね。まあ昔からその恋愛系のドラマとか結構こんな風貌でね好きなんですけど、これね、看護師がね主役のドラマなんですね。恋は続くよどこまでもっていう、火曜日の、10時からかな、TBS でやってるやつ、もう来週が5話になるかな。これね、皆さん面白いからちょっと一回見てください。まあメインは看護師、あんまりその注射もうまくないし、ドジもするような看護師なんですけど、まあしっかりと寄り添うことによって、その患者さんの本質に向き合うと、この人がどうなりたいかっていうことを看護クリニックに書いたりだとかっていうことを書くことによって、医師たちが、まあ、医師ね、お医者さんだとか他の看護師が気づかなかったことを、その子の発言だとか言動だとか行動によって感じさせられるっていう、まあ、よくあるドラマじゃよくあるドラマなんですけど、それとプラスアルファその恋愛っていう、私が好きです好きです好きですって言い続ける女の子がいて、それに対するその佐藤健かな、が演じてるその天童先生っておるんですけど、まあ、むちゃむちゃクールな先生なんですけど、まあ、その先生がだん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 その子に対して心を惹かれていく、なんか心惹かれていくっていうよりか、なんか目で追ってしまうっていう、その看護師としてのドラマの部分と恋愛のドラマがこれ一緒になってるやつで、むちゃむちゃ面白いですよこれね。ちょっと一回皆さん見てほしいな。まあ看護師っていうその病院の中でのいろんな、こんなことあるわけないやんっていうこと、確かにあるんだけど、気づかされる部分、特に介護業界で言えば、その最近人生会議でよく言葉を皆さん耳にすると思うんですけど、その人生会議だとかっていうことに関して、やっぱその人が本当は何をしていきたいのかって、どういう思いがあるのかっていうのをやっぱり引き出さなきゃいけないし、そのためにはしっかり観察していかなきゃいけないしっていう、なんかそのドラマなんだけど、ちょっと自分に置き換えて、もしくは自分の仕事に置き換えて見ることによって、まあああいう新人の看護師の人たちがどういう動きをするかっていう、自分自身が最初の時にどんな思いだったか、やっぱりいろんなことできなかったなとか、けど自分なりに感じてたことあったんだよなって、その時にあんまり上の人って耳貸してくれなかったよなとか、けどその中でも自分の中ではこれが正しいと思ってたんだよなとか、なんかいろいろね、あのドラマで考えさせられることがあった。もう純粋にその恋愛のそのなんていうかやり取りっていうのもすごく面白いんですけど、まあ、ちょっとその辺に関して一回皆さん見ていただければないいなと思って今日紹介させていただきましたんで、ぜひ、火曜日の10時 TBS 恋は続くよどこまでも、番宣みたいになりましたけど、もしよろしかったら皆さん見てみてください。あとね、この4月から、まあ、ドラマつながりねドラマつながりなんですけど、この4月からこの、ね、薬剤師が主役になるドラマが始まるらしいんですよ。でいろいろ調べたら、薬剤師がね主役になるドラマっていうのは今までなかったらしいですね。でこれも何曜日ですか、木曜日の10時、4月から始まるんですけど、木曜日の10時の、フジテレビでね、主役役、要は薬剤師の、役を石原さとみさんがやるんですよね。これもちょっとね見たいなと思いますね。その今のその恋は続くよどこまでもっていう、その看護師の主役のドラマで、この4月から薬剤師、が主役となる石原さとみさんがやるドラマ、これちょっとね面白そうなんでね。でねこのタイトルがね、
アンサングシンデレラ、病院薬剤師の処方箋、ね、木曜10時のフジテレビ、アンサングシンデレラ、病院薬剤師の処方箋っていうやつなんですけど、このアンサングシンデレラ、まあ、アンサングっていうのがその縁の下の力持ちみたいな形のね、ことなんですけど、まあ、直接医師とか看護師のように触れたり、うん、治療したりっていうことはないんですけど、まあ、まさしくその薬っていうもので毎日処方する、毎日、まあ、処方じゃない飲むっていう、その、まあ、言葉通り縁の下の力持ちとしての8年目の薬剤師が主役となっていろんなことが起きるんだろうけど、ちょっとね、私原作を見たことなかったので、まあちょっと楽しみですねっていう感じでね、ちょっとこの一番最初に話しましたけど、この49歳の九州男児のこののっぽさん、187センチ、こんな男がそのドラマを見てああだこうだああだこうだ話するのに興味ないかもしれないけど、なんかその中で自分のね、仕事だとか自分の立場だとか、あの頃どうだったっていうことをちゃんと自分の中で転化してね見るとすごい面白いですよ。自分大好きなんで、もしよかったら見てみてください。木曜10時フジテレビ、アンサングシンデレラ、石原さとみさんの薬剤師のドラマがスタートしますんで、これもまた番宣みたいになるけどね、ぜひ興味があれば見ていただいて、ちょっとこの YouTube のね、場でね、共有できたらなと思いますんで、どうかよろしくお願いします。 YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。頑張るバイ。